皆さん、こんにちは。マリアです。さあ、今回の内容は、こちら。皆さんの質問に答えます、パート2まるを教えてということで、いやーね、もう皆さんの質問にね、答えた動画は、この間、お届けしたんですけれども、本当に時間が足りなくって、でもっともっとたくさんの質問があったので、今日はね、 もっともっとたくさん答えられるように、あの、素早く答えていこうと思いました。で、この間は舞台や公演に関する質問にね、主に答えていったんですけれども、今日はそれ以外の質問に答えていこうと思いますので、ぜひ皆さん最後まで見逃さないようにチェックしてください。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、もうね、余計なおしゃべりはしないで、どんどん質問に答えていきますね。はい。では、まず最初の質問は、こちら。ファン時代、どれぐらいの頻度で劇場に通っていましたかということなんですけれども、私ね、やっぱり地方に住んでいたので、そんなに毎公演行けるわけではないんですよ。 なんですけれども、どうしてもやっぱりね、見たい作品ってあるじゃないですか。大好きなスターさんの作品見たいわけじゃないですか。なので、そんな時はもう本当に親に頼んで、連れて行ってもらっていましたね、休みの時に。うん。で、あとは、その夏休みとか、えっと、春休みとか冬休みとかいうまとまったお休みの時に、あの、村に行って、宝塚ですね、宝塚に行って、大劇場で、 何日間か見てましたねで。昔はやっぱり今と違って当日券とかでも取れたんですよ。なのでもっと見やすかったかもしれないですね。その若い方とか初心者の方とかがもっと見やすい状態だったかなとは思っています。うん。なのでどれぐらいの頻度でって言われるとあれなんですけれども、まあでも見たい公演は頑張って行ってました。一公演だから一回見に行けたらよかったですね。でも全く見ない組もあったので、あの、そのあたりは タイミングにもよりますからね。うん、あれですけど。はい。そんな感じでした。では次いきます。こちら。組配属はどうやって決められるんですかということなんですけれども、これは皆さん会社の事例と一緒です。本当に40人、まあ私の同期だと40人ですね。40人がみんな同じ部屋に集められて、では今から皆さんの組配属を発表しますっていう感じで、じゃあまず、 じゃあ花組みたいな感じで呼ばれていくっていう流れでした。なので、本当に事例みたいな。例えば、千崎マリアさん、あなたは雪組に配属となりますみたいな。<laughs> なので、会社の事例と同じですよ。本当に。そういう感じで、あの、劇団から決められた組に配属されるっていう流れですね。ただ、なんか、何組らしいねとかいうのがあるじゃないですか。え星組らしいねとか、花組らしいよねっていう <laughs>、あの、みんなのイメージ、勝手なイメージがあるので、 その勝手なイメージで自分たちでいろいろね、想像はしてましたけれどもね、私何組っぽいみたいな感じで、同期でみんな言い合ったりはしてましたけれどもね。でも、あ、っぽいなって思う組に入ったなと思いますよ、みんな。うちの同期に関しては。 やっぱり花組っぽい子たちは花組に行きましたし、あ、雪組っぽいなって思う子が雪組にいましたし、あ、星組っぽいねっていう子たちが星組に行きましたしっていう感じで。うん。ただね、空組に関しては、あの、私たちの時は最初から配属ではなくってね、途中で組替えという形でみんな空組に移っていったので、あれでしたけれども。うん。あの、これを劇団によって決められて、全員一斉に、はい、発表されます。という形です。はい。 じゃ次行きます。こちら。対談の日のお手伝いって何をするんですかっていうことなんですけれども、対、ま、談、あ、者のお手伝いって、それこそ対談者って忙しいんですよ、本当に。自分の出番はも,うもちろんなんですけれども、そのご挨拶周りとかもあるので、開演前も終演後もとっても忙しいんですね。で、千秋楽ってただでさえその終演後とかやることが多くて、片付けとか。 あるので、まずはその対談者の方の身の回りのものを片付けてあげるっていうのが一番大きなお手伝いですね。うん。なので、朝、まあ、劇場に入ってきたら、その入ってきた時のお洋服とかをまず片付けて、もう先にファンクラブの代表さんに預けちゃったりとかもしてましたね。あの、ね、だって終演後は墓まで楽屋を出るので,で、そういういらないものをどん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 片付けていくっていうのがまず最初のお手伝いで、 で、基本的には公演をやってる時は、あの、対談者のお手伝いの子たちはそこに行けないので、舞台袖とかも行けませんのでね。なので、本当に、公演中はね、そんなにやることがないんですよ。なので、やることがあるのは、もう本当に開演前、休憩中、休憩中って言っても、1回目と2回目の間の休憩中とかですかね。で、あとはもう終演後にかけて。で、終演後の、まあ、 ショーの間は、その、対談者が持つ花お花の受け取りとかで結構忙しかったりもしてましたね。外から運んでもらうので、お花を。そういうのを受け取ったりするっていうのも、お手伝いの子たちがやってましたね。うん。で、あとは、その、取れる範囲、自分たちが入れる範囲で、対談者の子の写真を撮ってあげたりとか、ビデオを回してあげたりとか、そういうのもお手伝いの子たちがやっていました。 うん。で、あとは、その終演後、フェアエールパーティーをやるののお手伝いをしたりとか、そういうことですかね。うん。なので、あんまりね、公演中までやることがないんですよ、正直。なので、そういう形で、はい、対談の日のお手伝いをしています。はい。では、続いて、こちら。娘役ファッションのポイントを教えてください。ということなんですけれども、現役の時のっていうことですよね、多分これはね。で、ま、あ基本的に、 私たちの時は特にまあファンの皆さんも結構厳しくって娘役さんがパンツ姿で楽屋入りするのをあんまりよくは思ってくださらなかったですね。なので私も何回か劇団レッスンとかジーンズとかで行ったりしてましたけれどもそういう時やっぱりなんかあんまりジーンズとか履いてほしくないですっていう。 お手紙をいただいたこともあったりして、ああ、やっぱりそういうのも大事だなって思ったりしましたね。なので、基本的には、ね、清楚で、しっかりと娘役らしいファッションをっていうのを心がけていましたし、なるべく私は明るい色を着たいなっても思っていましたし、その、うーんファンの皆さんの、私に抱いているイメージをなるべく壊さないようにした方がいいんだろうなとは思ったんですけれども、でも、 やっぱりね、若気のいたりというか、若い時って自分が好きな服も着たいじゃないですか。なので、そこで結構ね、私は迷ったりしていましたね。うん自分が好きな服も着たかったし、でも皆さんが着て欲しい服も着たかったし。<laughs> なので、結構迷走してたかもしれないです、私自身は。うん でも、まあね、蒸脈ファッションっていうと、やっぱり、ちゃんとね、皆さん、綺麗めな格好で、清楚な格好でっていう方が多かったかもしれないですね。あとはね、なんか、私たちの時は、あんまり肌を見せないでほしいって言われてましたね。なんか、ノースリーブのワンピースとか私着てた時も、なんか、ノースリーブとかもやめた方がいいんじゃないかなって言われたことがあって、ああ、そうなんだ、ノースリーブも、そっか、露出が高い方に入るのかとか、いろいろ考えましたね。うーん、なので、 結構、今の娘役さんの方がもっと自由にファッションを楽しんでるんじゃないかなって思います。うん。はい。では次行きますね。こちら。ヘアケアはどうしてましたかっていうことですね。で、ブリーチ皆さんされていますけれども、ダメージとかないですかっていうことなんですけども、全然ダメージだらけでしたよ。本当に。だってもうブリーチブリーチですからね。ずっとブリーチしてましたからね。 なので、本当にこまめにトリートメントしてましたし、美容室にも行っていましたし、なんかそういう日頃のケアは、皆さん、ものすごく気にかけていましたね。うん。なので、いや、でもダメージはありました。全然ダメージヘアでしたよ。<laughs> はい。<laughs> では次ですね、こちら。ライブアン中、のは他の組の公演は見ていましたかっていうことなんですけども、見てましたよ。全然見てました。見てましたけれども、やっぱり、私たち、 舞台に立ってると、その、公演中だけじゃない忙しさもあるわけですよ。で、そうなると、やっぱり、どうしてもスケジュールの都合で見に行けない組があったりするっていうのはありましたよね。ただ、まあ、見に行きたい作品とか、仲がいい子が出てるとか、そういうのは、うん、全然普通に他の組の作品も見に行っていました。はい。では次ですね、こちら。 上級生のお手伝いは誰が決めるんですかっていうことなんですけれども、あの、お手伝いに関する質問結構ありまして、私ね、以前、このお手伝いに関しては別の動画をね、あげているので、もしよかったらね、その動画を見てほしいなって、はい、思っています。簡単に言うと、上級生のお手伝いは自分が決めます。はい。自分でやりたいかどうかっていうことですし、私はお手伝いをしたことがあります。はい。っていうことで、もしよかったらそっちの動画を見てください。はい。 では次いきますね。こちら。音楽学校のお掃除場所はどうやって決めるんですかっていうことなんですけれども、これはね、あの、本科生が決めるんですね。で、本科生が、あの、お掃除順っていう順番がまたこれはありまして、これは詳しくはお話しできないんですけれども、お掃除順に次に予科生自分の担当を誰にするかっていうのを決めていくっていうのが基本的な流れでした。でそうや って、上級生が選んでお掃除順、あの、お掃除場所が決まっていくっていう流れなので、基本的に本科生が決めます。これは先生でも誰でもなく、伝統がね、やっぱりあるので、このお掃除場所はこういう人にやってほしいっていう、なんか伝統があったので、私たちの時は。ただ、今の音楽学校は正直わかんないです。お掃除場所も違いますし、お掃除をどれぐらいやってるのかがわからないので、なので、私たちの時は本科生が決めていました。はい。では次ですね、こちら。 組回りって何ですかっていう質問なんですけれども、そうですよね。組回りって結構私は動画の中でお話ししてるんですけれども、あの、まだ初舞台を踏んで、組配属をされていない状態で、その研究休1年生の人たちが、いろんな組に出ることを組回りって言うんですね。なので、例えば私の場合は、雪組で初舞台を踏んで、雪組と花組に組回りをしているんですね。 で、でもこの組回りをしてるときは雪組生ではないので、あくまで健一さんっていうポジションです。な,なので、お客様っていう感じですね。ファミリーではない感じです。で、そのいろんな組に出れる人もい,いますし、組回り、例えば雪組で初舞台踏んで雪組に組回りして雪組に配属っていうこともある,あるので、<laughs> なんか、組回りでいろんな組に出れる子たちもやっぱり嬉しかったですし、組回りがない木もあったそうなんですよね。 なので、そのあたりね、なんか、組回りないって結構寂しいですけどね。なので、いろんな組に出て、まあ、いろんな組の、まあ、なんて言うんですか、舞台の作り方とか、お稽古の仕方とかも学んだり、いろんな上級生を見て学ぶ点では、組回りがあってよかったなって私は、はい、思っています。なので、ケイチさんが配属されていない組に出ることを、組回りと言います。はい。で、次ですね、次に多かったのがもう、こちらお手紙 に関してなんですけれども、お手紙についてのね、質問がものすごく多かったんですよ。で、例えば、どんな内容が嬉しいですかとか、会に入ってなくてもお手紙を出していいんですかとか、何人にも出していいですかとか、どれぐらいの頻度でお手紙を送っていいですかっていう、もう本当にたくさん質問があって。で、まず、会に入ってなくてもお手紙は出していいです。もう出してください、皆さん。どんなお手紙出してください。 で、何人にも出していいですかいろんなスターさんに出してもいいですかっていうことなんですけれども、別にね、出してもいいとは思うんですよ。出してもいいとは思うんですけれども、会に、例えば入ろうと思ってるんだったら、誰でも彼でもに出さない方がいいのかもしれないですね。一人の人の会に入ろうと思ってるんだったら。うん。で、あと、頻度はっていうことなんですけれども、それはもう全然、あの、出したいだけ出してください。 <laughs> だって、出待ちとか入り待ちとかしてた頃は、毎日お手紙を皆さん渡してたわけじゃないですか。だったら、毎日お手紙を書いてもいいと思うんですよ、私は。うん。ね、どんな内容が嬉しいですかってことですけれども、これはなんか、例えば、ね、公演の感想とかでも嬉しいですし、その、その人に対する熱い思い、もう大好きって思いを綴ってくださってもいいですし、本当にどんな内容でも嬉しいと思います。うん。 なので、好きな気持ちとか応援する気持ちが伝われば嬉しいと思いますので、ありったけ習いを込めてお手紙書いてみてください。はい。で、次ですね。こちら。別箱公演の振り分けはどのように決まって、どのように知らされるんですかっていうことなんですけども、これなるほどいい質問だなと思いました。で、別箱公演の振り分けっていうのはもちろん、プロデューサーが決めるので、プロデューサーが、じゃああなたは、 今回全国ツアー。あなたはディナーショーチーム。あなたはバーホール。っていう風に振り分けていきます。ただディナーショーに関しては、ちょっとね、やっぱり主演をする人の意見とかも入ってくるので、まあそれによって決まることもありますね。まあそれが全てではないので、結局、ね、主演の方がリクエストを出したところでプロデューサーがノーと言えばノーなので、<laughs> 最終的にはプロデューサーが 決めるっていう判断ですね。で、どうやって知るのかっていうのは、基本的にその公演中に次の公演の振り分けがもう発表されるんですよ。なので、楽屋で知ることがほとんどです。なので、大抵東京公演の楽屋で次の公演のメンバーですっていうふうに発表されることが多いですね。そこでだから初めて知りますね。自分がどっちに出るのか。で、公演中にね、知らないと次集合がでもう 公演が終わったらすぐ集合になったりしますのでね。うん。だいたい東京公演の楽屋で知ります。はい。張り出されます、掲示板に。では次ですね。次はこちら。一日何時間くらいお稽古しますかっていうことなんですけれども、これはね、作品によりますかね。お芝居だとそんな長くないこともあったりしますし、逆にお芝居だからこそものすごく長い時もありますし、でも基本的にお稽古の時間って1時から10時までの間、 っていう風になっていたので、まあ大体でも8時間ぐらいなんですかね。なので皆さんが会社員として働くのとそんなに変わらないと思います。ただし、ただし、新人公演の時はもう全然違いますよ。<laughs> 本当にそれこそ朝早くから、朝7時ぐらいからお稽古して、2回公演して、その後もお稽古してっていう感じなので、もう果てしなく <laughs>、果てしなく長い時間お稽古してました。はい。では次ですね。 こちら。入り待ち出待ちをされてるのを YouTube でよく見ますが、時間は決まってるんですかっていうことですね。で、入り待ち出待ちをしていい時間っていうのは多分決まっていなくって。ただ、生徒が来る時間帯っていうのは大体皆さん把握してるんですよ、もう。あの、お稽古だったらこの時間に入るだろうっていう時間が大体決まってるので。なので、劇団レッスンに出る生徒はこの時間帯に来る。 お稽古がある生徒はこの時間帯に来るっていう時間が皆さん必然的に分かってるのでその時間に待ってる方が多いっていうのがそうですね答えなのかなと思います。はい。では次ですね。こちら。出たかった作品はありますかっていうことなんですけれども。出たかった作品いっぱいありますよそんなの。めちゃくちゃ出たかった作品いっぱいあります。ミーマイガール出たかったですし、ロミオとジュリエットなんて出たかったですし、あと、 今ね、みんな大好き、エキサイターエキサイターだって出てみたかったんですよ、私。そう考えると出たかった作品いっぱいあります。うん。はい。どうでしょうか <laughs> じゃあ次ですね。こちら。お稽古のスカートってどこで作るんですかっていうことなんですけれども。これね、お稽古用のスカート、娘役さんがね、とっても綺麗なスカートを履いてるのをよくね、あの、スカイステージでご覧になると思うんですけれども。これもね、人それぞれなんですよね。 私多分、いつかの動画でお話ししましたけれども、私はね、運よくスカートを作ってくださる方がいらっしゃって、その方がお化粧前の一式とスカートと楽屋着を全部作ってくださってたんですよ。なので、私はお願いをしていて、で、でも、やっぱり業者さんにお願いしてる子もいましたし、お店で買う子も、宝塚の周辺ってそういうスカートがね、売ってあるお店が今あるんですよね。そういうところで買う人もいるみたいですし、 なんか人それぞれですね。うん。でも手作りしてもらってました、私は。はい。では次ですね、こちら。休日は何をして過ごしていたんですかっていうことなんですけども、これ公演中のことなのかなね、多分そうでしょうけれども、現役時代、まあ、休日何していましたかっていうことですね。休日はお休みなので、基本お休みしてましたよ。あの、お友達とね。 お買い物に行ったりとか、ご飯を食べに行ったりとか、あとは休日しか行けないレッスンに出たりとかもしていましたし、休日にカツラ屋さんに行ってお直しをしたりもしていましたし、結構休日でも忙しかったですね、公演中は。うん。はい。では次ですね、こちら。現役時代の髪飾り、アクセサリー、お稽古類は、お稽古儀とかはまだ残っていますか っていうことなんですけれども、こちらもちろん残ってないです。一切、一切残ってないです。もう辞めるときに、片見分けといって、あの、自分が使ってたものをどんどん下級生に渡していくっていうのは宝塚の娘役の伝統なので、まあ、男役さんももちろんそうなんですけれども、娘役はね、渡していくものが多いじゃないですか。アクセサリーとか、その、お稽古スカートとか。なので、本当にね、一つ残らず渡してきました。もう 使ってたアクセサリーもそうですし、自分が作ってたお団子キャップとかも渡してきましたし、うん、お稽古スカートも渡してきました。なので、お稽古スカートは私から、あの、下級生に渡ったものが、なんと、今まだ現役の下級生に渡ってるお稽古スカートがあって、これはね、ちょっと私的に嬉しかったですね。うん、なんか、このマリアさんからいただいたお稽古スカートを、 誰々に渡してもいいですかっていうふうに聞かれて、あ、全然いいよ。私も知ってる子だし、って言って答えたんですけれども、なんかそういうのってね、嬉しいですね。と、うん、いうことで、私は全く持っていません。はい。じゃ次行きますね。こちら、宝塚を対談してくるからも、やってしまう癖はありますかっていうことなんですけれども、やってしまう癖、宝塚を対談してから、階段を見ないで降りる。 これ,はこれは癖なのかな、まあ、やってしまいますね、割とね、うん。あと、どこでも割と踊ってしまう。どこでも歌ってしまう。っていう癖はありますね、うん。あとは、癖ではないですけれども、あの、宝塚に関する夢をよく見ます。あの、出遅れる夢。<laughs> あと、なんか出なきゃいけないのに、全くそのセリフがわからない夢とか、もう本当にそういう夢は、た宝剣のあるあるですよね。OG の子でよくその話をしてますし、本当によく見ます。 もう出たいのに出れないとか、お稽古全くしたことがないのに、そのセリフを言ってるとか、ほ、まあ、本当になんか、うん、宝順のあるあるです、これは。はい。では次ですね、こちら。劇団レッスンは楽しかったですかっていうことで、劇団レッスン、うん、楽しかったですよ。なんかいろんなレッスンがあったので、ね、ダンスのレッスンも歌のレッスンも楽しかったです。はい。 では次です。<laughs> どんどんいきますね。こちら。いました。私たちの時には、はい、いました。両母さん。とっても、怖いけど、とっても優しかった方です。はい。では次ですね。こちら。他の宝塚 YouTuber の方とコラボしたいですかっていう質問なんですけども、これに関しては、うん私的には、機会があれば、ぐらいです。うん。なんか、宝塚 YouTuber、 の方とコラボしたいかって言われたら特にっていう感じですけれども仲の良かった OG の人とコラボでやりたいですかって言われたらイエスです。うん。なのでそっちですね。OG さんをゲストに招いてわちゃわちゃ喋るっていうのはいいんですけれども <laughs> YouTuber に限定するっていうのはないと思います。はい。では次ですね。こちら。 総剣って生徒さんも楽しみにされていましたかっていうことなんですけれども、総剣ね、楽しかったですよ、やっぱり。うん。なんか、ファンの皆さんが、なんか一斉にいらっしゃって、やっぱりね、総研って熱気が違うんですよ。全く。もう、ものすごい暑いですし、客席の盛り上がりが違うので、総剣楽しかったです。はい。では次、いきます。こちら。 感激ファッションのポイントを教えてくださいっていうことなんですけれども、感激ファッションそうですね。劇場は案外寒いので、羽織り物があった方がいいです。あと、やっぱりね、せっかくね、感激に行くのであれば、私はおしゃれをしていきたいので、ワンピースを着ていったりとか、レース的なものがあるお洋服を選んだりとか、そういうなんか、ちょっと違うおしゃれができるファッションを選んでいました。まあでも、ワンピースが一番無難なのかなって思いましたね。うん、綺麗目だし。 どんな場所にも合うしっていう意味で、私、感激に行くときはほぼほぼワンピースです。ワンピースが多いです。はい。では次行きますね。こちら。こっちゃんともしコンビを組めたら何をやってみたいですかえーそんなの困る、困る。めっちゃやってもらいたいことがいっぱいあるんですけれども、でもこっちゃんと二人で作品を作れるんだったら私はミーマイガールがやってみたいです。はい。ということで、もうまたまたまた 全然答えられなかった質問がたくさんあるんですけれども、時間になってしまったので、今日はこの辺りで終了にしたいと思います。もう本当にたくさん質問を寄せてくださった皆さん、ありがとうございました ということで、この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンを押してもらえると、私も励みになります。よろしくお願いします。さあ、それでは今日の動画はここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ